ンニャンパーク6畳一間可愛すぎるけど狭すぎる。ワンニャンパーク6畳一間10のワンちゃん20の猫。ワンニャンパーク6畳一間可愛すぎるけど狭すぎる。ワンニャンパーク6畳一間10のワンちゃん20の猫。
全員拳上げて楽しんでいきましょう。今日だけだ、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 
レミから。はい。最強ピーク担当、メンミーことのメミです。メンミーって呼んでください。せーの。メンミー。はい。水色担当、森田がチロルです。チロルって呼んでください。せーの。ピュアホワイトのです。ピュアホワイトアホやなって呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、紫色担当、ハゲの蝶です。蝶ちゃん呼んでください。せーの、紫じゃなくない？紫パープルだっけ？あれしてや、噛みついちゃうぞ。もうほんまにしたくない。いやだ、いやだ、噛みついちゃうぞ。じゃあ、そんなの、いや、もういい。いい、何パープル、改めて狂犬紫担当、萩野翔です。ちょっと待ってのね、このメンバーに集まってもらったんですけど、皆さん楽しんでますか？そしてメンバーは久しぶりのステージどうすか？約1年ちょっとぶりぐらいだけど、めちゃめちゃ緊張したよね。本当に裏で待機してるとき結構そうだった、ね、みんな部分より緊張するっつって体力がないわもう、ね、本当に、ね、こんな感じでみんな出てくれたんですけど、この後、一期メンバー主演ご物販ございますので、よかったら皆さん遊びに行ってあげてください。お願いします。はい、それでは以上、私たち鉄道のコネ